てさて、この間のチャイナタウンで髪を切ってもらってからすっかりどんぐり頭になってしまった証です。こんにちは。友達にもあの昭和40年代だよって言われるぐらいかなり古い髪型になってるんですが、今日は友達のマリちゃんに髪型を直してもらってるんですけど、実はマリちゃんちゃんとプロの床屋さんなんですよね。そうです、そうです、床屋でも美容師です。そうそうそう。今ニューヨーク何年目？今2年で3年目に入る。そんなにいる？そう、3年目に入っちゃった。あ、美容師歴何年？美容師歴は10年ぐらいですかね。東京だっけ？いや、名古屋で。名古屋で10年、すごい。どうですか、ニューヨークの生活は？ニューヨークは、大変です。想像してた以上に全てが大変です。楽しいこともあるけど。英語とかでも困ってんの？いや、英語はかなり困ってますね。もう本当に想像以上に自分がいかにやってなかった。しかもマリちゃんのこの問題は、喋ると手が止まってしまうんですよね。10年経って。そう、こんなわけで彼女もニューヨークで頑張ってる一人なんですが、今日私が日系人会っていうおじいちゃんと、日本人でニューヨークに住んでるおじいちゃんとおばあちゃんの会を思い出して、それに出張サービスをしてはどうかと、ね、それすごいいいアイデアだと。ニューヨークに住んでる皆さん、マリちゃんどこでも出張しますんで、どこでも行きます。よろしくお願いします。では私の髪型、乞うご期待。